Cast off bow line. Engine room. Full steam ahead. Legman. Sound off. Mothwalk. Mop one. Mop twin. Half queen. Mop three. Mop four. Deep four. Ocean.皆さん、こんにちは。蒸気船マーク・トウィン号へようこそ。私はこの船のキャプテン、ランドルフ・ノックスです。これから皆さんをアメリカ側を巡る船旅にご案内いたします。フランクス、今日の川の様子はどうかね。いつもと変わらず気まぐれですよ、キャプテン。皆さん、川は一見穏やかですが、その流れは予測不可能です。安全のため、手すりに腰掛けたり、お子さんを肩車したりしないようお願いします。それから、周りの皆さんのために、喫煙はご遠慮ください。船上で火が許されているのは、ボイラーの中だけですからね。船首前方、船舶に注意。今日のパイロット、つまり船の舵取りはジェイコブ・フランクス。彼はこの川のことなら誰よりも詳しく知っています。そこで私たちは彼を博士と呼んでいるんです。彼に任せておけば心配は不要です。ありがとうございます、キャプテン。この川のことだったら、浅瀬や障害物の場所、どこが湾曲していて、何を目印に進めばいいか、何でもこの私に聞いてください。博士、トムソーヤ島付近の水路は、泥が堆積しているせいで、特に水深が浅くなっているそうだな。その通りです、キャプテン。しかし船底が平らで、船尾に外輪を持つこの船なら全く問題ありません。マーク・トウィン号のような外輪船はこういった浅瀬にはうってつけの船なんです。この辺りの水路の名前はゴールドストライクチャネルだったね、博士。はい、キャプテン。左舷のビッグサンダー鉱山から金が出たことにちなんでそう名付けられました。金脈が発見されてからというもの、一攫千金を夢見る人々が続々と西部へ押し寄せています。そういえば私たちのところに鉱夫がやってきて、川岸のすぐそばを航行してほしいと頼まれたことがありました。この船の外輪が川底の泥を巻き上げれば、金塊が一つや二つ見つかるんじゃないかと考えたようです。金塊探しのためにこの美しい船を危険にさらすわけにはいきませんよ。全く同感だ。今日はたくさんの野生動物が水辺に姿を現していますね。博士、この動物たちから川の状態を何か知ることができるのかね。そうですね、キャプテン。川については判断できませんが、生息する動物の種類で船が航行している地域がわかります。例えばこの辺りにムースやエルクがいるということは、私たちは今西部開拓地の北部を航行しているということになります。南部でこのような動物を目にすることはありません。
キャビンと呼ばれていた小屋だな。はい、もともとあの小屋は西部開拓地の英雄で政治家でもあったデイリー・クロケットが建てたと言われています。それは多分作り話だろう。いずれにしても皆さん、あの火事は開拓地で暮らす人々が乗り越えなくてはならない数多くの苦難の一つにすぎません。キャプテン、左舷にインディアンの偵察隊を発見しました。その先にはインディアンの部族がいるようだな。彼らの姿が見られるなんてついてますね。彼らのような部族は一箇所に長くとどまっていることは滅多にありません。取引が少なくなったり、動物があまり取れなくなるとすぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだったかな。煙突から煙を吹き上げるところから火のカヌーと呼んでいます。キャプテン、水面の様子から判断するとどうやら水深が変化したようです。レッズマン、水深を報告せよ。バッフリー、バッフリー、ゴールラッフリー、ハッフェイ、ハッバッフェイ。皆さんは今の声が一体どんな意味なのか不思議に思ったことでしょう。今の声は水深を測るレッツマンと呼ばれる船員が、川は十分に深いので安全に航行を続けられるということを私たちに知らせていたんです。マーク・トウェインとは船乗りの言葉で、川の深さが2キロ、つまり約 3.6 メートルあるという意味です。この船はもちろんかの有名な作家マーク・トウェインから名前を取っていますが、マーク・トウェインという彼のペンネームは川の深さを測る言葉だったんですね。作家になる前、彼はこの私と同じ川を航行する船のパイロットだったんです。
そろそろ船着き場が近づいてきたようだね、博士。はい、キャプテン。現在、ハーバーズベンドを曲がっているところです。この湾曲部は、船に見えるハーバーの粉引き小屋にちなんで名付けられました。船着き場はすぐこの先です。さて皆さん、パイロットのフラックスがウェスタンランドの船着き場へ入港する準備をしている間、乗組員を代表して本日マーク・トウェイン号にご乗船いただきましたことを心より感謝いたします。お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひまたアメリカ側を巡るマーク・トウェイン号の船旅にご参加ください。それでは、さようなら。ジャキセマークトゥイン号は間もなく元の船着き場へと到着です。下船の際、船と船着き場との間に段差と隙間ができておりますので、足元には十分にお気をつけください。小さなお子様を連れの方は手をつないで一緒の下船をお願いいたします。船内の階段は全部で4箇所ございます。下船の際は空いている階段をご利用ください。また出口ゲート付近には消毒液ご用意しております。どうぞご利用ください。それではこの後は夢と魔法の王国先駆けディズニーランドでどうぞゆっくりお楽しみください。本日はご乗船ありがとうございます。